拝殿と向かいます、はい、まずお賽銭から、はい、どうぞ。はい、待った今投げようとしました。いつも投げてるでしょ。投げるんじゃないですか。投げてはダメです。あ、そうなの。いくら遠いからといっても投げてはダメなんですね、はい、そーっと、はい、はい、予測現金ですので、はい、はい、皆さんこれが正しいやり方ですね。はい、ではお参りしていただきましょう。二礼二拍手一礼ですね。その後住所とお名前を、はい、心の中でつぶやいて大丈夫。本当はね、二礼二拍手してそのまま、その まま、はい、ね、そのままで、住所名前、そして最初に感謝、そして決意、祈願で、この順番です。あの、よくですね、何かお願い事で電話があります。今度何々するから来て、行きますと、うん、そしたらお礼ありがとうの電話もない。また数日経つと、またあるから来て、これを3回繰り返されるとどうなります。嫌ですよね。せめて次の日にありがとうぐらい欲しいですね。さらにいい人はこう言います。電話かけて、来てね、来てくれた、その日のうちに電話かかる。そしてまた数日後電話がある。その時に、この間はありがとうね、感謝から入るんです。気持ちいいでしょ。全く同じです。だからここに来たってことは、以前お願いをしているわけですね。ですからまず感謝から始める。でも人間の礼節と全く同じです。はい、名前、感謝、決意、祈願で一礼で、これ美しくするなら一歩下がるときに一礼、下がりながらと、美しいですね。美しい、こういう形でですね、はい、であとは中で、聖地参拝がありますので、その後に、春木宮司の講話をいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そして春木宮司が待つ本殿へ、一行は正式参拝を終え、春木宮司の講話へと移ります。